逆立ち駒とは、回すと逆さまに立つ駒のことである。逆立ち駒は、ほぼ球形の胴体を持っている。密度が一様な材料の場合、球面の一角に円を描いて、玉の中心からその円周へ向けた、放射状の円錐をえぐり取ってある。そしてこのくられた空間の中心に軸が生えて、折りその軸をつまんで回す。このごを、軸をつまんで回転させると、ごく弱く回せば、 軸を上に向けて回転を続ける。しかし、ある程度以上強く回すと、すぐに軸はぶれ始め、次第にコマの銅の側面を下に軸を横に向けて回転し、回転が十分に早ければ、さらに向きを変えて、やがて軸の先端を基板につけると、そこで立ち上がり、銅を基板から離して回転を始める。つまり逆立ちするわけである。 この状態で回転を続けた後、回転が弱まれば、再び軸がぶれて最後は軸を上にして止まる。運動の様子このような変わった運動の仕組みを説明する。運動の原因となるこのコマの特徴は次の2点である。ゆで卵を高速で回転させた場合のように、重力下の水平な平面の上で、平面との間に摩擦と滑りを持って自転する物体には、 その物体がたまに近い場合は、回転軸をどんどんずらして、重心を上げた姿勢になろうとするという性質がある。普通のコマが立ち上がるのに似ているが、こちらの運動は、回転軸自体は、ほぼ延直のままであり、違う現象であろうという意見がある。なお、ゆで卵を回転させた時に、常に尖った方を下にして立ち上がったりはしないことから、わかるように、何が何でも重心が、 最も高い状態で安定するわけではないことに注意が必要である。一般にはプラスチック製で直径2センチメートル程度の小型のものが多い。回さ方法は軸を指でひねる、いわゆるひねり、コマである。上半分と下半分で色を変えているものが多く、この二つの部分を貼り合わせて作られている。稀に木製のより大きなものがある。この場合、 軸周辺の平面をえぐることで重心を下げるなどしている。軸に紐を巻きつけて、これを引いて回す糸巻き駒もある。戸田森和、駒の科学ピアニッシモ、107から124、駒の科学 P168 ラトルバック、回転させると、途中で回転方向が反転する特殊な駒。ありがとうございます。